市内循環バスよっぴー市内循環バスよっぴーは、千葉県四つ海道市のコミュニティバスである。千葉内陸バスが受託している。右回り、左回りともにお盆期間にあたる8月13日から15日と、年末年始期間にあたる12月30日から1月3日は、土日祝日ダイヤにて運行。右回り Y20 左回り Y21 右回り。 左回り共通事項下記の区間はフリー乗降区間である。右回り左回り平成26年4月1日、現在のものである。支払いには Suica、PASMO といった交通系 IC カードが利用可能である。農家アシスト制度を利用して割引運賃にて乗車する際はあらかじめ運転経歴証明書を提示して優待証の発行をしてもらう必要がある。このか。 京成バスグループの路線バスにて使用可能な高齢者割引パスと千葉内陸バス内の路線において使用可能な学生専用年間通学定期券アスパが使用できる。平成25年3月に運行改定を行われ以下の変更点が加わった。平成25年3月までは大人100円だったが同年3月から平成26年3月までは160円であった。 日の自動車製の日のポンチョ2台で運行している。ありがとうございます。